よし、大体分かったところでドラゴン倒しに行くか。命の木の実をがっつり食って、45、50、絶対強いもん。55アップ、 OK。 洞窟があった。おお、あ、洞窟にも宝箱あるじゃん。え、なんかドクロマークついてねえか。おい、あ、そんな罠が。Q って書いてある。クエスト的に、あ、ちょっと強いか。うわ、おお、びっくり。だからドクロマークついてたんだ。命の木の実かな。下向きに攻撃、あ、ちょっと強いかな。あ、でも2だからな。倒した倒した倒した。おお、あ、これでドクロマーク解けた。開く、なんだ。あ、命の木の実か。すぐ食べちゃいましょう。これで上限60までいった。お、増えたなあ。洞窟の探検もこんなのもあるよっていうことかな、製品版だと。なるほどね、いいの見つけたな今。チラッと行ったら洞窟があった。はい、じゃあ置いてみようか。どうやってやったらいいのかな。こうやってジャンプして下には置けない。あ、置ける、置けるけど落ちちゃうな。階段状に置かないとダメなのかな。設置してないとブロック置けないみたいだから、こうやって登ってこんな感じか。あ、不思議な力で弾かれた。あ、じゃあもうここが限界なんだ。ブロックの限界ここです。こっから上は置けないみたい。ここには置けるのかな、こう。あ、置けるみたい。で、これより上には弾かれちゃうんだ。なるほどね。不思議な力で弾かれた。これが上限みたい。これが、ここがドラクエビルダーズ。一応体験版の上限みたいですね。まあ多分、体験版でも製品版でも多分一緒だと思う、上限は。さて、喧嘩、痛い。3も食らう？スライムに。さて、喧嘩売ってみるか、ドラゴンさん。触っただけで1と0とか20な。強すぎる、強すぎるよ。傷薬あざす。やっぱ火超飛ぶし、一応これで回復。危ない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 。マジでかこれ。一旦一応ダメージが入るっていうことは倒せなくはないんだな。え、マジこれ強、ドラゴン。なんだこれ。ガミ友よ、まだ倒れる時ではありません。さあ目をお開けなさい。あっちゃー、やられたわ。失ったものは持ってるものか。レベルが下がったりとかそんなことはないんだね。これた、あー、宝箱持っていこうとしたけど宝箱取れないのか。よし、もう一回ドラゴン行くか。危ねえ。回転が怖いな。火を吐く、1回2回吐いて、次回転か。回転、うわ、ちょっと待って、距離感が難しい。火を2回吐くんだな。1回、もう1回火を吐く、 OK。 で次回転だね。やった、分かった分かった分かった。火を吐く、はいはいはい。1ダメージしか当てられない。これは早送りか、もしかすると。ダメだ。で次回転、あ、あ、ワンパターンでもないんだ。回転、よし、危ない。よいしょ、この間合いの見切り方が危ない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 。うわっと、これドラクエビルダーズらしくブロックを置いたらどうなるんだ。ほいほい、こうやってやったら、あー、壊されちゃうのか。足場にして高いところから攻撃しようとしたけど、例えば火はこれで防げるのかな。防げてるか今、防げてるのかな。ほいほい、どうだ。あ、火防げる、火防げるから、これで息になってると回転でぶっ壊されるんだな。火防げてる。じゃあ下向いて、切る切る切る。ダメだ、危ない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 。
ほい。あ、石にダメージ。あっちこれ、あんまり現実的じゃない。ごめん。あ、穴が掘れる。下に潜り込むのどうだ、これ。潜り込む。ダメージない。ダメージないよ、ここ今。あ、やばい。ゴーストが来てる。ゴースト。ゴースト倒さなくちゃ。ゴーストが強い。よし、ゴースト倒した。ちょっと待って、ここに来て死んじゃうのもあれだから。ちょっと待って。よしよし、潜り込んだ。で、上向いて、上向いて四角で。ダメかな。今どこにいるんだ？カメラリセット？今どこにいるんだこれ。一体！くわ。怖い怖い怖い。上向いて振り回してみようか。こ、こ、どこだドラゴン。うわ、尻尾回転させたな。夜だからよくわからん。今当たったドラゴンに攻撃が。いって。傷薬。これはちょっとずるいかな？ほ、当たんないか。さすがにそんなうまくはできてない。どっかに当たるところあるんじゃない？え、やべ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 。あー、下から潜るのいけそうな気はするけど。あ、ドラゴン自体。ドラゴン自体下向きに動いてる。ほい、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 ほい。これで削るか。お、入ったかこれ。入った気がする。自分で、あーし、なんで飛ぶんだよ。当たってる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 。よし、これだ。もう1しか食らわないから1しか食らわないからこれで削ってやる。どうだドラゴン。これがマインクラフターの戦い方だ敵の HP が見えないのがちょっと怖いな。あ、いいね、この画像。下に掘って、下から切りまくる。うわ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 う。掘ってきた掘ってきた掘ってきた。穴掘られちったよ。またぐるんとやったときに、掘られちゃうな。熱い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 。うわ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 。もうこうやって削るしかないか。やっぱり危ない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 。あとちょっと、あとちょっと。ほい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 。逃げる逃げる逃げる。無理はしない無理はしない。ちょっとずつ逃げる。よいしょ、怖え。裸でもう防具も全部壊れちゃってるけど、うわっ、ちょっと怖い怖い怖い。火吐け火吐け。火を吐いて、あい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 。もうちょっと。会心の一撃もたまに出るけど、ゼロダメージも多いから、どっこいどっこい。よいしょ、もうちょっと。うわ、危ない危ない危ない。今ジャンプする。あ、危ない、危ない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 。離れる離れる。よいしょ、ちょっと見えない見えない。タフだな本当に。全然やっつけられない。かれこれ1時間くらい戦ってるけど。よいしょ、ほい、もうちょっと。ほい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 。うわ、倒した、倒したいやー、で、これがドラゴンを倒した証のくつろぎソファーか。ここに置いて、まあ、多分破壊できるけど、もし設置できて、破壊不可能だったらちょっと悲しいんで拠点まで戻ります。いやー、よかった。やっとドラゴン倒した。
じゃあキメラの翼を使うか。ここか。いけ。キメラの翼を使って拠点に帰りますか。はい。おお。わあ、ルーラの音だ。大丈夫？落下ダメージないね。戻ってこれだ。よし、じゃあ自分の部屋にも置きたかったけど、じゃあとりあえずここに部屋、くつろぎソファーを置こうかな。ここに、うん、せーの、540点でしょ今この部屋が。何ポイント入るか。ポン、プラス500点。うわー、入った入った。座る。これがドラゴンを倒した証のくつろぎソファー、手に入った。よし、じゃああとやることは、あとやることといったら、キャンプレベルが、体験版だとマックスが3らしいので、部屋をね、無駄にいっぱい作りまくってキャンプレベルがっつり上げたいと思います。とりあえずここをね、このここを囲むと何点なんだろうな。気になる。これを囲んで部屋にすると、まあちょっと不格好になっちゃうんだけど、この拠点旗は何点なんだろう。うん、これで無理やりちょっと囲んでみるか。ちょっと不格好なんだけど、よし、よし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 、でこれで扉を作ってみようかな。ほい。土はね、ドラゴンのおかげでめちゃくちゃ手に入ったんだけど、ここで設置で、ここに、松明、これで空き部屋。何点入るかな。190点。うん、そんなでもないのか。別にこれがなんだっていうわけでもないんだ。へえ、まあいいか。こうやって L1 と R1 を押し続ければ平面にもこうやって打てるってコメントにね、いただきました。ありがとうございます。参考にさせてもらおう。階段ここに置こうかな。あほい。じゃあこうか。こうやって横に置いとこうか。うん、いいね。でも無駄に部屋作りまくる。で、ちょっとでもポイントを稼ごう。これはどうなの。いいか。これで、藁の扉をマックスで作る。オッケー。あ、そっか、太い枝も必要なのか。ちょっとこれどうなのって思うけども、とりあえずポイントが欲しいから110点、こうやって稼いでいこう。じゃあバッツリカットします。カット。違う。こうでしょ。こう。こう。これで2階になるか。ああ、なる。なるけど、2階とか地下室はちょっとカメラを回す都合上ちょっとめんどくさいですね。作るのはいいし、外見もちょっとなんか立派にはなってきてる感じはあるけど、ちょっと変な感じかな。旅の祠の部屋になった。え、あ、旅の祠の部屋、あ、新しい部屋になった。おお、260点。おお、新しいタイプの部屋か、これは。あ、うわ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 、怖い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 。怖いよ。部屋にすればよかったのね。ごめん、知らなかった。ありがとうありがとうありがとう。どうやらここは別の部屋で。ちょさあ、これでレベル3になるか。入った。いやはー、拠点のレベルが3になったけど、何か思いつくのかな、レシピ。特にないか。こっちは目玉焼き。
さてレベル3にもなったことだし、なんか街が無理やり街っぽくなったけど、てかゴースト入ってきてるし、ここは魔物だよってピリンが言ってる。はい、ピリン大丈夫だよ、倒したよ。魔物ね、すごく怖かったけどガミ友が守ってくれて嬉しかったよ。ね、ところでガミ友、町に来た新しい人とは話してみて、あの人も一緒にここに住んで町づくりに協力してくれたらいいんだけどなと。なるほどね。では、とりあえず、体験版実況はここら辺で一区切りにしたいと思います。無理やり最後扉と松明さして、部屋をいっぱい作ったんだけども、なんとなく町っていうか一つの拠点になった、まあここ拠点だからいいのか、になったかなと思います。2階とかも作ってみたけれど、あんまり使い勝手は悪い感じかな。うん、まあ、地下室とか2階とかも作ってみたけど、カメラが TPS のカメラなので、ちょっと見づらくはなっちゃうみたいですね。まあ、2階は見やすいんだけど、その分1階が見づらくなっちゃうみたいな、そんな感じ。なので、あんまり実用的ではない。まあ、ドラゴン倒して、くつろぎソファーも手に入れたので、体験版は、ここら辺で一区切りにして、製品版を遊ぼうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録、再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。